山口ひとみ1月19日から1995年8月30日は日本の男性作家エッセイスト。妹は日本舞踊家の花柳若菜でジェリー伊藤の妻。作家で映画評論家の山口翔介は息子。1926年1月19日東京府江原郡入り井町に生まれる。ただし同年同月にイボ兄が生まれたため。 戸籍には11月3日生まれとして届けられた。父親はアイディアマンの実業家。母親は横須賀の柏木田遊郭の経営者の娘で、美人で社交的で粋な女性。非常に雰囲気が明るく、交友関係も広く派手な家庭であった。長唄三千家元の絹や勝当時、その息子である後の若山富三郎、勝慎太郎も出入りしていた。 父親の事業が一時失敗し、落泊して川崎の知って付近に都落ちしたこともあり、山口の中ではその石品時代が原風景として、いつまでも残り、派手好きでありながら、一方で非常に緊直であるという複雑な性格の元となった。家族の間では、冷血動物とあだなされたという。小学校時代は野球に熱中し、同級生に、 元東急フライヤーズ投手の国尾重明がいた。旧制麻布中学を経て、旧制第一は瀬田高等学院を中退。兵役の後、1946年に鎌倉アカデミアに入学し、在学中から同人誌に作品を発表。なお、鎌倉アカデミア時代には、歌人、吉野秀夫に支持した。この時、川端康成宅の隣に住み、幼女の政子と親しくしていた。 国土社に入社し、編集者となる。だが、正式の大学を出ていないことに対する劣等感を指摘され、支持していた高橋義孝から、正式な大学を出れば、もっと大きな出版社に紹介してあげると言われたことから、国学院大学文学部に入り、1954年に卒業。川出書房の知性編集部に勤務していたが、 1957年3月に同社が倒産。同志の続刊を図る編集長の小石原明に従って新設の知性者に移るも同志は2号で廃館となったため再び失職。1958年、開港県の推薦でことぶき屋に入社。PR 雑誌、洋紙天国の編集やコピーライターとして活躍する。ハワイ旅行が当たる検証のコピー。 トリスを飲んで、ハワイへ行こう。が、代表作。夫人画法に連載した、エブリ・ミツル氏の優雅な生活で、1963年に、第48回、ナオキ賞を受賞。同作品は映画化もされた。受賞後しばらくは二足のわらじを履いたが、週刊新潮の伝説的編集者、斉藤十一から、コラムの連載依頼を受けたことから、文筆業に専念するために、 サントリーを退社。代表作は、週刊新潮2963年から31年間、延べ1614回、死去まで一度も穴を開けることなく、連載を続けた、コラム、日記の男性自身シリーズ、自らの両親の追い立ちを題材とした、血族、家族など。競馬や将棋、野球に造形が深く、全国の地方競馬場を踏破した、草競馬ル老気、 プロ棋士と駒落ちで対戦した記録、山口瞳結類十番勝負、プロ野球から草野球まで野球に関するエッセイをまとめた草野球必勝法などの著書もある。なお、山口の著書の表紙へ、差し絵は、その多くをサントリー時代からの友人である柳原良平が担当している。糖尿病を患っていたが、克服。晩年は、小説の執筆をやめ、 男性自身に集中して仕事をしていた。死の直前は肺がんが急速に悪化。直前まで本人には告知されなかった。家族がホスピスへ移すことを相談している最中に突然状態が急変し、東京都小金井市の西意羽跳会、桜町病院ホスピス旨にて死去。死が急であったため、結果的に男性自身は穴開きがないことになった。 海名は、文庫院報告費ひとみこじ。将棋には、幼少の頃から熱心に打ち込み、専業作家になってからも、原田康夫の弟子である、山口秀夫を自宅に呼んで稽古をつけてもらっていた。また、将棋騎士たちの世界のことが、一般に知られていないことに疑憤を抱き、将棋界の宣伝マンと、自ら名乗った。将棋会は大天才の集団と唱え、著書や観戦記などで、 個性的な将棋騎士たちを紹介した。また、市の山口秀夫と飛車落ちの新定石、瞳流六筋イ取り戦法を研究、総案。これを用いて、血類十番勝負では、飛車落ちで当時のトッププロであった、米長国を原田康夫に勝利し、山田道義と引き分け、3勝6敗1分けという結果を残した。なお、将棋では、千日手や、 持ち将棋などは再試合となるため純粋な引き分けが記録されることはほとんどなく山口の一分けという寄付は非常に変わった記録である。ただアマチュアの段位をもらうことはカくなナに拒んだ。これは山口が子供の頃プロ騎士を志望したが当時の騎士の収入の低さを不安に思って辞めてしまったという複雑な感情に起因する。しかし、その 結類十番勝負の企画で、高島明子初段と平手対局するにあたり、将棋連盟の強い要望により、アマ四段の免除を受けている。これは、万が一プロの二段が無段の人間に負けては、示しがつかない、というのが理由である。また、子供の頃からの夢であった、名人戦第一局の感染期執筆も叶えた。だが、晩年には、 山口秀夫や将棋連盟の米長国夫との間にトラブルが起きたことや、将棋界の保守的な体質に対して不信感を抱いたこともあり、将棋界との交流を絶った。ただし、1987年に創設された、将棋を愛する作家、ジャーナリスト、観戦記者たちの団体、将棋ペンクラブには参加し、将棋ペンクラブ大賞の選考委員も死去するまで務めた。東京や、 取材で訪れた旅行先等でお気に入りの店が見つかるとその店に通い詰める性格であった。そうした行きつけの店たちのことをたびたび男性自身等に描いている。また自らの母親の家系がサービス業だったせいか飲食業の人たちが仲間に思える。大きな顔をして客らしく構えることができずどうしても従業員の人に気を使ってしまうとも書いている。 ただし、執筆のための飲食では、出版社に接待されていたため、晩年、デビューしたばかりの田中康夫から、自分は自腹を切って、料理店の批評を書いている。山口のように自分のお金で飲食しないのでは、その店を正しく評価できないと批判された。サラリーマン向けの礼儀作法についての作品も多く、礼儀作法入門は、ロングセラーとなっている。 サントリーの新聞広告での新成人や新社会人へのメッセージは毎年成人の日と4月1日の恒例となっていた。没後は移住院生が引き継いで続いている。晩年の向田邦子の最も近くにいた作家の一人でもある。その随筆や短編小説に惚れ込み、第83回直木賞では向田を強く推薦して受賞に至らしめた。 仕事の上での交友関係も続いたが、1981年8月22日の向田の突然の事故死には大きなショックを受け、チュ中寸前にまで陥ったという。こうした向田とのエピソードの多くは自身のエッセイ、男性自身無ゲの花に収められている。この作品から向田の命日は無劇と呼ばれることとなった。なお、山口は向田の死後、 向井学二子は、八方美人的なところがあり、誰もが自分が一番愛されていると思わせる天才だった。それゆえ嘘つきだったと評した。競馬を介して交流があった、色川舞台が死去した際も、同趣旨の追悼文を書いた。金がね山手線の外側には住まないと発言していたが、サントリー大社当時、息子の山口翔介が、 東京郊外の国立市の中学校に通っていたことから国立に興を移し気に入って修正の住みかとした。国立に移住する際、首と仰いだ高橋義孝の紹介による若手女性建築家に自宅の設計を任せたところコンクリート打ちっぱなし家の真ん中にある半地下の部屋が食堂という非常にモダンで実験的な家が出来上がった。山口自身は 和風な家が好みであったが、高橋との義理のため、このうちに我慢して住んだ。大雨の際に、地下の食堂が浸水したり、晩年の足が不自由になった際でも、食堂に行くため、いちいち階段を降りなければならないと、実験的な家は、住むには不自由な家であった。男性自身でも、たびたび地元、国立のことに触れていて、中でもヤホ天満宮は、お気に入りの場所だった。 なお、ヤホ天満宮では、ある朝突然訪ねてきた、伊丹十三と宮本信子に依頼されて、山口が立ち会い人を務めて、その日のうちに彼らの結婚式が行われた。気さくな人柄で、ヤホ駅前の焼き鳥屋に、夜ごと顔を出し、地元の人々との交流を大切にしていた。居酒屋長寿は、そんな経緯から生まれた作品である。近所に住む、 彫刻家関穂子飛吹とは特に気が合い一緒に数多く旅行をした。旅行先では地方競馬に興じたり油絵を描くなどして楽しんだ。同じ国立に所在する縁で荒い部屋の講演会長を務めていた。妻とは鎌倉アカデミア時代に知り合った。妻の実家は東京向島で比較業を営んでいた。結婚後、 彼女が現在で言うパニック障害にかかったため、妻は電車に乗れず、共に外出する際はいつもタクシーを用いた。妻と幼い息子を連れて、銀座のバーに出かけたこともあるという。筋金入りの反戦主義者、国権論者であり、我が生涯の幸運は、戦争に負けたことと憲法9条に尽きると思っている。人を傷つけたり殺したりすることが嫌で。 そのために滅びてしまった国家があったということで、十分ではないか。もし、こういう国を攻め滅ぼそうとする国が存在するならば、そういう世界は、生きるに値しないと考えるなど、強固な信念に基づく見解を、男性自身などで述べている。史上最強の打者に、影裏進むと、大杉勝男の2名を挙げている。大杉表として、有名なものに、大杉のバッティングを見ると、いつも、 影浦を思い出したというものがある。ありがとうございます。